皆さんおはこんばんにちは。今回はマルチエンディングを見ていこうと思います。思いますって、出し方知ってるの？なんか、開発資料館にヒントが載ってるって情報が入ってね。だから、開発資料館の紹介も兼ねてヒントを見ていくよ。終わったことを変える要素があるの？どうやら、霊同士のイベントの方みたいね。気持ちが込められたもの？そういえば、早期イベントの中で隠し部屋に何か隠してたわね。じゃあ、こっちはもう一回やればイベントを解放できそうね。かけるとの約束って何だったっけ？ゲームと同じこと言ってるわ。キーホルダーか。大広間か何かでの早期イベントで言ってた気がするわね。覚えてないです。鬼？鬼？どこだ？まあとにかく、ヒントはもらったんだし、館の中を探し回って鬼を見つけるわよ。うん。でも、先にこっちの紹介をするよ。へえ、そんなイベントあったんだ。全然気づかなかったわ。さてと、マルチエンディングを解放していきましょうかね。鬼の場所に目星はついたの？あれかなーって程度だけどね。一階東館の奥の部屋に、確か鬼面があった気がするのよ。鬼面か。まあ、鬼ではあるわね。これに何か仕掛けがあるとするなら、角亀よね。へえ、今回はなかなか冴えてるじゃない。でも、まだ何か下準備が必要みたいね。あ、これわかったかも。え、マジで？この暖炉、よく見たら上に穴が開いてるわ。言われてみれば、最初の頃に調べた時にそんなメッセージ出てたわね。なんか仕掛けが作動したみたいだし、これで何か起きるようになったんじゃない？これがうなる鬼の声の原因だったのね。でも、これが何だっていうのかしら？一応のため、もう一回作動させてこようか。あれ？今度は作動中も動けるわね。ということは、暖炉が元に戻る前にあそこに行ったら、中に何か落ちてるんじゃない？今まだ暖炉が戻りきってないのに何もなかったんだけど。それはあれよ。残像。ああ、通り過ぎちゃった。あんた余計ゲーでは結構細かい動き得意なのに、こういうのは下手よね。動きが整数だとなぜか動かしづらいのよね。よし、今度は間に合ったわ。あ、一発で見つかるのね。特に変更点もないので、かけるのところまでカット。カット。これでこっちの方はフラグが立てれたわね。そういえばナイフってもう浄化されてるっけ？そうね。もう浄化済みね。なら、早速金庫を開けに行こうか。
さあ、一回クリアしてるんだから、さすがにミスで死なないわよね。多分、大丈夫。まあ、さすがにここまでは速攻来れるわよね。次は男女塔の防火扉を開けて3階だったわよね。後方、なかなか手際よく仕掛けを解除したわね。これで魔法陣は消したわけだけど、この後幽霊から逃げつつ手紙を回収しに行かなきゃね。そうね。幽霊がどこまで追いかけてくるのかによって、難易度はかなり変わるけどね。あれ、よく考えてみたら、幽霊ってこの場面では3階と2階以外出てこなかった気が。じゃあ、めっちゃ簡単じゃない？先に1階に降りないとあの部屋には行けないわね。まったく幽霊は追ってこなかったわね。これを地下の遺体に渡せばいいのかな？意図せずミチルへの戒めにもなってるわね。さて、ラストスパートに入るわけですが、地下での操作は多いから、間違わないように気をつけなきゃいけないわね。うまくできたみたいね。ふう。ここからはもう死亡イベントがないから安心して操作できるわね。安心しすぎて手紙を渡し損ねたなんて言わないでよ。大丈夫よ。そのためにここに来てるんだから。
これでこっちのフラグも立った。あとはこの館から脱出するだけね。この場面の案内人が書けるから使用人になってるわ。あれ？ここにいたススムの霊もいなくなってる。もしかして、ススム生存ルート？かもしれないわね。本当に生きてた。1回目では人知れず息を引き取ったのに、今回はしぶといわね。これは、かけるの手？今。どうしたの？今、ショウが言った言葉。母音にすると、お、え、お、あ、あ、え、これを元に戻すと何になると思う？何にって？俺の、名前。正解。なんか、嫌な予感がしてきたわ。とりあえず、脱出後の日常パートを一旦楽しみましょう。そうね。ススムが髪を下ろしてるとほぼ別人ね。というか、後日談がまるっきり変わってるわね。そりゃ生きてなかった人がいるんだから話も変わるでしょうよ。この人に至っては初登場ね。ここの展開も変わってるわね。ここから自由に動かせるわね。
この感じ。私の予想通りな気がする。ミチルも月に見せられて狂っていたのね。いや、厳密にはミチルっていうのは間違いね。そうね。本当に狂ってしまっていたのは。天宮かけるね。魔女の家みたいな裏切りでの死亡じゃないだけ救いがあるんだけど、これもハッピーエンドじゃないわね。やっぱり、か。月の影響で突発的に狂ってしまったのか、元からカケルが闇を抱えていたのかわからないけど、この事件はわざと起こされたのね。シナリオはクリアして真相を究明できたけど、まさかの真相だったわね。とりあえず、マルチエンディングの条件は満たしたんだし、スタッフロールが終わったら資料館に行こうか。ネット配信禁止なの？まさかの事態ね。この奥は私しか行けないのか。というわけで、ネット規制の関係でこの部屋の中は放送できません。ネットのルールを破るわけにもいかないので、この先を見たい人はご自分でクリアしてください。となると、もう紹介するものがなくなってしまったので、ここらで終わろうと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。